帝京大学継続提供中学校、高等学校は、東京都板橋区稲荷台にある中高一貫教育の私立中学校、高等学校。1943年に沖永昌平が東京都杉並区で創立した旧制提供中学校を前身とする。中等部は6か年の一貫教育を実施しており、中等部制は高等部入学に際し、進学、特進、 インターナショナルアスリートの4コースから選択する。2017年度入学生まで2018年度入学生より校内のグラウンドは野球グラウンド1面しかないため野球部以外は外部のグラウンドを借りて練習している。サッカー部は足立区にある帝京大学グループのグラウンドや埼玉市にあるレッツランドを使用している。黄色のユニフォームから かなり野軍団と称され、選手権、出場34回、高校総体出場31回で、過去9回の全国優勝の実績を持つ。しかし、2009年の第88回大会を最後に、選手権出場から遠ざかっている。夏の甲子園には12回出場し、全国優勝2回。春の選抜には14回出場し、全国優勝1回の実績がある。 しかし、春の選抜は2010年、夏の甲子園は2011年を最後に、全国大会出場から遠ざかっている。元選手、指導者現役選手、J リーグ現役選手、その他、ありがとうございます。